間になりましたので、これから講演会を始めさせていただきます。私は京都国立近代美術館の特定研究員の、本橋仁と申します。今回 の分離派建築会100年建築は芸術家の展覧会を担当させていただきました。ちょっと座らせてもらいます。で今日はここの会場とあとネットの配信をしておりまして、ちょうど今映っている画面がネットにそのまま配信されているという状態になっております。で今ネットをご覧の皆様も、もし音が聞こえづらいとかございましたら、コメントの方に書いていただければと思います。なるべくこちらで配信の方もクリアに見えるように注意いたします。なんか先週は音が少しクリアでなかったので申し訳なかったんですが、少し改善はしていると思いますので、もし小さいとか大きいとか、ありましたらおっしゃってください。でそれでは講演会始めさせていただきますが、先週シンポジウムを、ここで先生方4人と、私進行でさせてもらって賑やかにさせてもらったんですけど、今日は一人でぽつり話させていただきます。それと企画した時に、なんか何も考えてなかったのか2時間って設定していて、どうしよう2時間話し続けるのかどうしようか迷ったんですけど、準備してる間に2時間話したくなりましたので、2時間お話をさせてもらって、質疑応答は個別に終わった後いただくのと、あとネットの方はコメントに書いていただいたものがございましたら、後々YouTube の方のコメント欄で可能な限りお答えしようかなと思っています。そういった感じで、今日は2時間お話をさせていただきますので、よろしくお願いします。で、今日のタイトルは事前にお知らせしておりますが、言葉を持った大正時代の建築家たちというタイトルをつけてお話をしようと思っています。で、今日2時間なのでなんかずっと奥が怒涛のように話し続けると疲れてしまうと思うので、結構脇道に途中それながら、あと今回多分建築普段接しられてないというか、別に建築普段は美術に興味があってたまたま今回ご参加いただいているという方もいらっしゃると思うので、なるべく丁寧にお話をしていきたいなと思っています。で、このちょうどタイトルの横につけてある画像が展覧会でも紹介している平和記念東京博覧会という1922年に行われた展覧会会場で堀口捨美が設計したパビリオンです。で、その絵はがきの写真をちょっと紹介してますが、なんか子供が写ってて帽子なんか可愛いです。で、今日お話しする内容のメニューですが、まずは展覧会にこうした状況でなかなかお越しいただけないという方もいらっしゃるのと、そもそも分離派建築会っていうのがまだあまりよく分かってないという方もいると思うので、最初に、多くの方は知っているかもしれませんが、改めて少し分離派建築会の概略も含めてお話ししようと思います。で、その後からが本題で、この3つのテーマでちょっとお話したいなと思っているんですが、2つの近代、その狭間の大正時代で、明治が大正を伝える言葉を持つ若者たちで、4では分離派建築会の解散というのを自分なりに少し考えてみたいなと思って、モダニズムへの移行みたいなことを少しお話をしようかなと思っております。僕も分離派建築メンバーみたいになっちゃってます。これが、分離派建築会の結成の、メンバー、結成した時のメンバーの写真です。真ん中にいるのが山田守で、ちょっと名前が見える方もいるかもしれませんが、石本、滝沢、堀口、矢田茂、森田圭一という、6人のメンバーで、結成をします。で、途中3人、山口文造、倉田千方田、大内秀一郎という3人を加えて、活動を進めまして、
実際最後の展覧会が行われるのが1928年なので最終的にはこう解散宣言みたいなことはしていないんですが、まあ、分離派建築会の活動期間としては8年として我々はまあ考えているわけです。で展覧会も、まあ、山田守なんかは皆さんあの京都タワーの設計とかあと日本武道館の設計者としてお名前知っている方もいるかもしれませんが、あくまでもこの展覧会ではその分離派建築会にかなりフォーカスして紹介をしていますので、展覧会では大正の、まあ、1920年大正9年から昭和の頭ぐらいまでのごくごく絞った時代をテーマとして紹介しております。今回あの会場でも平日にお越しいただくと冊子としてお配りしているんですが、山田守 の, あのお孫さんの和田愛子さんに漫画を書き下ろしていただいておりまして、これはネットでもご覧いただけます。もし分離派建築会 の,、まあ、その結成のストーリーみたいなことを、すごく分かりやすく書いていただいているので、ご興味あればぜひ見ていただきたいなと思っています。で、ここにそのちょうど結成のタイミングの、まあ、コマを紹介しておりますが、まあ、本当にこうあっさりさっくり言いますと、分離派建築会というのは、まあ、明治時代、文明開化の後の、まあ、欧化政策の下で、まあ、西洋に追いつけ追い越せの中でこう、まあ、いろんな近代建築をというか、まあ、海外の建築を吸収して、技術なり様式なりをどんどんこう吸収していった時代から、まあ、明治から大正に変わるときに、はてこう日本の建築はあるいは新しい技術ができてくる中で新しい建築の新しい形というのがあるべきなんじゃないかという時代の背景の中で結成されたまあ運動体です。で私自身は分離建築会は非常にエポックメイキングな出来事ですし大事だと思っているんですが、あくまでも分離派建築会の結成は、まあ、その時代、まあ、いろんな背景を持って生まれた、まあ、あの自然発生的なまあ現象でもあるかなと思っていて、分離派建築会がこう天才的に現れたわけでは決してないんではないかということもまあ一方では考えております。で、その辺はあまりこう彼らは神格化せずこの展覧会では紹介しなければいけないのかなと思っておりまして、展覧会では、当時の時代背景とか芸術文化の背景含めて、その背景と彼らがじゃあそれにこうして何をやったかというのを、まあ、丁寧に見せていくという展覧会になっています。でこの展覧会は大変多くの研究者の方々と分離派100年研究会という研究会を組んで、こちらもまあ8年間ほどの活動期間を経て展覧会に最終的には結びついています。まあ、もう一つ建築の論文集が出ております。で、まあ、分離派建築会をじゃあそんなこうなぜ再評価が必要なのかというのは、これはまあ端的に言うと、日本で最初の建築運動だからです。で、建築運動、日本のまあ現代建築大変海外からも評価されていますけども、明治から日本、現代日本までの近代建築の歴史の中で大正時代というのが、日本独自の建築の動きを始める、要はスタートポイントでもあるわけですね。そのこう時代の移り変わりということで大正時代は大変大事ですので、そういったこう大正時代が日本の築いてこれまで築いてきた歴史の中でもそのパラダイムシフトであるということが非常に大事であって、日本で最初の建築運動であるこの分離派建築会を紹介するというのはそういった意味で現代建築を考える中でも非常に重要という位置づけだと思います。まあ、そういったことで今回東京と京都で展覧会をまあさせていただいているという背景がございます。で京都会場はまだ見ていただけてない方が熱の方はほとんどだと思いますので、まあちょっと会場の様子もせっかくなんでオンラインで紹介したいと思います。で当館は、まあ、こんな外観でして、
1986年に牧文子さんが設計した建築です。で、京都は、まあ、古い建築が多い中であまりこう現代建築って目立ってないんですが、京都駅、原広司さんの京都駅とかに並ぶ、まあ、京都で現代建築といえばというものの一つかなと思います。最近お向かいに青木淳さんのと設計 の、 京都市美術館ができましたので、あと西田さんですね、お二人で設計した、京都市美術館ができたので、そちらと合わせてと、あとロームシアター京都とかと合わせて現代建築のメッカみたいになってますが、そのうちの、一つになります。で、入ったところは、まあ、こんな会場になっていて、ちょっと私のところにかぶっちゃってますけど、あそこに分離派っていうネオンサインがついて会場で皆さんをお出迎えしています。で、この分離派の文字はチラシなんかにもたくさん使わせてもらってますけど、これは、第5回展覧会の会場の、ゲートに使われてた文字から今回、デザイナーの西岡勉さんが取られて、チラシに使ったり、あるいは大変好評だったので会場に使ったりなんかしています。で、ここに、今回写真を並べておりまして、これはすべて今回の展覧会にのために取り下ろした建築写真です。で、分離派建築会は先ほど申しましたように1920年からおよそ10年間昭和の頭までの活動期間の中で、それぞれのメンバーがさまざまな建築作品を残していくわけですが、その後に、その途中に関東大震災があったりですね、あるいは第二次世界大戦で高度経済成長で東京の街も目まぐるしく変わる中で、多くの建築は本展で紹介している多くの建築はすでに失われてしまって残っていません。そういった中でも、まあ、100年前、およそ100年ぐらい前に建てられた建築がそれでもやはり各地に残っている。で、それを展覧会の中できちんとこうレポートしてあげるということも必要だろうと、今の姿を紹介してあげるということも必要だろうということで、展覧会で、この2020年のタイミングで、全てその今の姿というのをきちんと取り下ろしてあげて紹介してあげるということをしています。今一番左に写っているのが横須賀の海神会病院という、病院です。で、その隣が倉田千方の成績記念館という建物ですが、京都の人にゆかりがあるのは、その横右2つの京都大学関連の建物ですね、洛友会館と農学部の正門で、これが京都大学にありまして森田圭一という人が設計した建物です。で、分離派建築会、の紹介の中でやはり大事なのは結成のタイミングですね。彼らは我々は立つという宣言文とを残して、ちょうどその彼らが東京帝国大学の学生から卒業して建築家の卵として社会に出ていくタイミングがこの分離派建築会の結成ですので、その結成のタイミングといった時には彼ら の、 その大学卒業する時の卒業図面というのが、まあ非常に重要なわけですが、この展覧会でもその彼らの図面を、卒業した時の図面が、まあ東京大学に残ってるんですよね。建築学科は大変大事に取っていらっしゃって、それを今回お借りして、まあ、こうやって一堂に並べてます。で、結成の時は6人でなので、それ彼らの作品をまあ2枚ずつ紹介して12枚並んでると。で、これは前期後期どうしてもまあ紙なので期間が決められてますので、前期後期、展示替えする予定になっていて、この12枚すべてはまた後期変わります。一応2月7日までが前期で、2月9日からが展示替えで、2月7日までが緊急事態宣言なのでその先どうなるかって感じですが、この姿なかなか見ていただけないのはまあしょうがないんですが残念だなという気はいたしますね。で、あるいはまあこんなふうにセクションになってまして、これは彫刻を紹介するセクションですが、先ほど言ったように分離派建築会の紹介の中ではその芸術的な背景と彼らが何を残したかというのがまあ非常に大事ですので、ここで言えば例えば写真右側に写っているものは
青木ペンコとかリプシスとか当時の彫刻家たちが残した作品、それと、右側に写っているのは山の家という滝沢真由美の作品ですとか、あと今回奥に映像作品があると思いますが、あれは、当時の、彼らが残した本の中に、今現物は残ってないけど写真だけで残っている彼らのこうスタディ模型みたいなものがありまして、その写真から、京都大学の、田尻孝弘先生という今回 の, 研その先ほど言った8年間の研究会のリーダーですが、その先生の元で学んでいる学生の長澤さんという人が形を研究してモデリングというか、見えないところも文章とかいろんなことを含めながら復元してくれて、で、それをその作ったこう形のデータをもとに、戸村洋さんという方が映像化をしてくれまして、でそれを流してます。でせっかくなので音楽もつけましょうということで、実はこの映像には音楽もついてます。まあ、東京会場でも流していたんですが、実はこの音楽も別になんかこうそこから拾ってきたフリー素材じゃなくて、実はちゃんと説明できてないんですが、なのでここでぜひぜひ説明しようかなと思って写真持ってきてますが、アーティストの上村洋一さんという方にお願いして音楽を作ってもらってます。で上村洋一さんは普段フィールドレコーディングというか環境の音を取ってそれを音楽にされている方なんですけども、今回上村さんには、まあ、僕からまあちょっとお願いさせてもらって、何かゆかりのもので作ってほしいといった時に、ここでやりましょうというふうに決まったのが東海大学の湘南キャンパスにある松前会館というところです。でこれが東海大学の湘南キャンパスの建築はその多く実は山田守が設計しているんですね。で東海大学の先生をしていたということもございます。でその湘南キャンパスの松前会館という、ここは湘南キャンパスは非常にこう都心から外れているところなので、学会の時に例えば泊まり込む先生とか、あるいは終電、で帰らず研究で泊まり込む先生のために宿泊施設が大学の中にあるんですが、そこの中のこの右側がそのお風呂でして、でそのお風呂のこれも真っ白な形っていう感じですけど、そのお風呂に、この、わざわざこう 水というかお湯張っていただいて、そこで取った水の音でお腹ができてます超マニアックなんですけど、ここで収録してもらった水の音と、あとさらには東海大学のキャンパスで本館というか1号館というのかな、螺旋階段があるんですが、螺旋階段じゃない、螺旋のスロープがあるんですけども、そこのスロープを通る風の音その水の音と風の音でをベースに音楽が実はつけられていて流されています。でまあ、会場は、木村松本建築設計事務所というところと、リニシュナという、デザイン事務所の西村雄一さんという人と、まあ、コラボレーションで、まあ、こんな会場になっていて、今回まあ、奥がその資料と、まあ、図面と、まあ、資料の展覧、メインがさまざまな資料なんですね。まあ、それをこう、まあ、どう普通にやるとこう地味になりがちなんですけども、まあ、どうこう楽しく見せるかということで、まあ、様々な工夫を施してまあやっております。まあ、それはぜひまあ会場に来ていただきたいんですが、まあ、状況次第というところではございますが、こんな会場になっております。で展覧会の構成は、まあ、全7章途中でトピック2つを挟むという形になっておりまして、まあ、こんな感じになっているんですが、分量建築会の活動はやはり彼ら卒業してから解散するまで大変、まあ20代の若い時から30代前半までの時に社会も目まぐるしく変わる中で、彼らの考え方ももちろん変わっていくわけですね。まあそれがゆえになかなか一筋縄では理解できないところもあるし、ある意味では分離建築会ってどんな形を残したのというか、その一目で分離建築会の作品だって分かるような形みたいなものがありませんので、ある意味では彼らは、まあ、分離建築会の宣言は発表しているけど、まあ、その態度は認めるけど結局何残したのかよく分かんないよねという評価が実際建築の中ではされてしまっている側面も、まあ、あったわけですね。
それをまあだからまああっさり簡単になかなか見れないで彼らのまあ作品をなので今回の展覧会は時系列も追ったりあとはそれぞれのメンバーそれぞれ9人のメンバーの興味をそれぞれこう輪切りにしていくような、こう展覧会の構成をとっておりましてそれでまあ丁寧に見ていくと分かってもらえるんじゃないかというなんで、まあ、展覧なかなか分離派遣違いを一言では言い表しづらいわけなんですがそれを丁寧に時系列を追って紹介することで、翻って、まあ、大正時代の文化あるいは社会の変化、建築界のさまざまな大きい流れの中で彼らがどう位置づけられるのか、まあ、そういったことを、まあ、じっくり見てもらうというのが展覧会の本当は、まあ、趣旨かなと思っています。で、まあ、徐々に本題に入っていきたいと思いますけども今回の展覧会全部で250点の作品がございましてそのうちで、まあ、一つ何か大事なものを選びなさいと言われたら迷わずまあこれを選ぶ、まあ、多分研究会のメンバーのほとんどの人がこれ多分これがまあ象徴的なことではないかと言われるんじゃないかと思うんですね。これはあの分離派遣築会宣言と作品のという彼らが分離派遣築会を、設立結成したときに出した本です。で、彼らは分離派遣築会というのはメンバーはそれぞれ分離派遣築会というのは別に設計事務所ではございませんので彼らはそれぞれ例えば竹中工務店とかあるいは大学に残った堀内ゼミとかそれぞれのフィールドで活動しながら、一方でまあ分離派遣築会を寄り合いとしてやっていたっていうものなので分離派遣築会として何か設計したっていうものはないんですが、彼らの分離派遣築会の活動はこの出版活動と展覧活動にまあ尽きるんです。でその中でもこの出版活動の分離派遣築会宣言と作品この第1回目は彼らの結成のタイミングで出したもの。でこの中には彼らのステートメントも入ってますし、彼らがまだなんだろう、いわゆるアンビルドみたいなこう構想みたいなものもたくさん入ってますしで、何よりもここの中で宣言文をきちんと1ページ目に出していると。でとにかくまあこの本にまあ尽きるんだろうというふうに思うわけですね。でその後にまあ2冊を加えて2と3を出していてこの3冊が主に彼らがまあ宣言文を一番最初に出してさまざまな修作なんかをご紹介していく。でこの3冊の本が、まあ、非常に大事なんじゃないかと思っているわけです。で、つまり分離派遣築会で一番大事なのはこの、まあ、展覧会もありますがこの本なわけですね。で特にさっきお伝えした通りこの1ページに入っている宣言文これがまあ非常にまあ大事です。でちょっとこう文字を起こしたものと、せっかくなので改めてきちんと聞こうかなと思って音で用意してきました。我々は立つ。過去建築圏より分離し、すべての建築をして真に意義あらしめる新建築圏を創造せんがために。我々は立つ。過去建築圏内に眠っているすべてのものを目覚まさんために、溺れつつあるすべてのものを救わんがために、我々は立つ。我々のこの理想の実現のためには、我々のすべてのものを愉悦の中に捧げ、倒るるまで、死にまでを期して、我々一同、右を世界に向かって宣言する。
これは今回展覧京都会場の、会の、なんだろう入ったところで、流している宣言簿を読み上げてもらった声です。で、まあ、これはあの川原舞さんという役者の方に読んでもらいましたが、これが彼らのまあ宣言文の全文です。で、要は建築家で、まあ、建築を本来まあ設計するのが建築家の職能かもしれませんが、彼らが一番大事にしているのは言葉なわけですね。で、大正時代のまあ分離派建築会建築家がまあその言葉を持ったということが非常に大事です。で、それは彼らが初めてやったわけではない、ありません。で、その言葉を持つという建築家のその経緯というか、日本の近代建築の中で言葉というのに注目して、果たしてどのように建築家が言葉というものを持ち始めたのかということを、今回の講演会のテーマにしたいと思っています。実はその言葉ということだけを追っていくと、実は、まあ、あの分離派建築会の実質的な解散ということも、もう一つ何かこう一つのこう意見をまあ言えるんじゃないかと思って、言葉ということを切り口に今回の講演会をスタートします。というところで30分経って、実はスライド全部であと120枚あるんですがいきます。で、その時代区分をね、でもちゃんと考えなければいけないと思うんですね。で、その時に非常に大事なのは、日本の近代建築を考える時に実はたまに混在するんですけども、近代建築とモダニズム建築というのは、分けて考えなければ、実際いけません。で、この実はこの近代建築モダニズム建築というのが時代がずれているというのが非常にある意味では大事なんじゃないかと個人的には思っています。簡単な見取り図をこちらに、大変ざっくりとしていますが、日本の近代建築というのは、まあ、江戸から明治の文明開化の時に、まあ、近世が近代に変わる時に、まあ、近代建築と言われる建築群がまあスタートします。で、ここでは、まあ、例えばそれまでの近世以前にはなかった銀行であるとか駅であるとか、まあ、役所であるとか、そういったものが西洋から取り入れられた新しい技術様式のもとに、出来上がっていくわけです。で、これがまあ日本の近代建築は明治から始まります、が、一方でモダニズム、日本の、まあ、あくまでも日本の近代建築史の中でモダニズムといったときには、このモダニズムというのは、さまざま諸説あると思いますけれども、昭和に切り替わるときに始まります。で、これは後でここは4章目にきちんと話そうと思ってますけれども、国内だけの問題なく建築が国際的な共同のもとに、議論して新しい建築を作っていくという、そういった歴史の中で国際的なその共同の中で生まれていく建築、つまり日本のだけの問題じゃなくて国際化していくとき、それが日本にさらに重要されるとき、それがまあモダニズムと呼ばれる時代なんじゃないかと思います。つまり、2つモダン隠れていますけども、それは実は明治大正 と、昭和の頭で少しこうずれている。で、ごめんなさい、そのちょうど端境期に分離派建築会のまあ結成があるというのが、この大まかなざっくりとした見取り図の中ではまあ言えるんだろうと思います。で、日本の近代建築についてまあ少し紹介すると、先ほど言ったように明治の文明開化ともに、まあ、追いつけ追い越せてさまざまな建築家が生まれていきます。これが例えば築地ホテルという建物ですけども、いわゆる今の清水建設が、明治時代 の頭に作った建築です。あるいはこれはあの銀座のレンガ街といいまして、銀座 は、あれは和田倉門の火災かで、銀座一帯が一度焼けてしまうということがあったんですけども、その後に
もともとの木造で建てるんじゃなくて、これからの明治時代は新しい技術ということで、レンガで町を作り直すんですね。でこれが銀座のレンガ街といって、実際には大変住みづらい、当時は住みづらいもので、住んでくれる人はなんかちょっと少なかったりとか最初の頃はしていたみたいなんですけども、でこれこのレンガ街は、大正時代ぐらいになくなるんですけども、レンガの壁がいつだか出てきて、今は、江戸東京博物館にレンガの壁だけ残ってると思いますが、こういう銀座のレンガ街があったりとか、あるいは、ちょうど靖国神社とかにこんな建物が建ってたりとか、明治の文明開化ともにできた日本の近代建築というのは、様相としてはこんな感じだったわけですね。でただそれを西洋の技術を一方的に受け入れるだけではなくて、さまざまな改良も重ねていたわけです。で例えばそれは日本特有の問題が一方であったからですね。でそれは皆さんすでにお気づきかもしれませんが、地震とかですね、そういった問題です。で、特に日本の近代建築の、明治が文明をこう一方的に受け入れてきた時代から大転換を遂げるのがこの濃尾地震という、地震が、あったことも一つの契機になっています。でこれは、濃尾地方を襲った巨大な地震で、この頃明治から西洋から学んださまざまな技術を使って建ててた新しい西洋近代の、レンガ像ですねが軒並みやられてしまうんですね。で何が原因だったかっていうと、入れる時にあれ木造の軸組みの小屋組みがこう釣り鐘のように揺れたって言われてるんですけど、釣り鐘のように揺れてレンガ壁をぶち破って壁ごと壊していくっていう。でそのためにじゃあトラスを今度は緊結させることでその一体強度を増そうとか、あるいはレンガの中に鉄の板入れちゃおうとか、あるいはレンガを実は普通のブロックじゃなくて、レゴブロックみたいにもともと作り直しちゃって、それをパズルみたいに組んで新しいレンガ像を作ろうとか、さまざまな試みがなされて、今までの受け売りじゃない新しい技術がどんどん作られていった、という、少し時代の変化もありました。そうした中で日本の近代建築というのはどんどん技術も上がったり、日本なりの発展も届けていきました。で、今回の展覧会ではその中でも3人の巨匠たちを扱っています。1人が妻木頼仲で、これは横浜正金銀行という今も残っている建築です。でもう1人は、片山トークマンですね。でこれはこれになって分かるかと思いますが、今の赤坂離宮です。中もこんなで素晴らしいですね。ちなみにこの写真は宮内庁の資料部に、ある、写真帳なんですけど、小川一馬という人が撮った写真で、僕すごい好きで、これはネットで誰でも見れるので、あと講演会で使っていいよって言ってくれたので使わせてもらってますが、すごい写真です。全部写真なんですけど、驚くべき写真だなって思いながらいつも好きで見てます。であとは、辰野金吾、3人目として辰野金吾というのを扱っています。でこれは東京駅ですね、もう皆さんご存知の。で展覧会場の冒頭には実はこんな作品を紹介しています。どこの都市だろうと思われるかもしれませんが、実は架空の都市です。でこれは辰野金吾還暦の時に、後にも名前出てきます、後で名前も出てきますが、後藤敬司という人が、自分の師匠である辰野金吾のために、辰野金吾が全国、あるいは海外に作っていた建築を寄せ集めて一つの都市として見立てたというものです。で真ん中に白くあるのが今の日本銀行ですね。でお気づきの方いるかもしれませんが、奥の方に実は東京駅が描かれてます、一番奥に。でその左手にあるのが昔の国技館なんですけど、国技館があります。
辰野金吾は本当にこう日本の近代建築の中で非常に重要な建物を、まあ、数をこうやって手掛けていったんですね。で、主要となる駅、日本銀行で、もう一つ立つのがどうしてもやりたかったもので、でこの中に実は描かれていない、つまり、夢に終わってしまった建築、それがあの議員建築だったんです。いわゆるこう国会議事堂です。国会議事堂を、彼はすごいやりたがってたんですけども、それをやらずに、まあ、亡くなってしまうわけですね。でこの議員建築というのが非常にこの日本の近代建築史の中で厄介なものでして、まあ、ある意味では議員建築のおかげで日本の近代建築というのはさまざまな議論の中で自問して新しい時代を築いていったというものでもあります。で議員建築というのは実はなかなか明治時代ずっと作れずにいたんですね。で議員というのはもちろん憲法ができたことによって必要になるとなる建築です。で、議員日本大日本帝国憲法、大日本帝国憲法が施行されると同時に議員というものがまあ必要になるわけですが、それを大急ぎで作る、最初作ったんですね。でそれがゆえんというかに、まあ、急ごしらえというのもあって木造で最初作られます。これが第一次仮議事堂です。ただですね2ヶ月で燃えます。で、この火事によって、鹿鳴館とかですね、ああいった建物を仮議事堂にして使ったりとかするんです。でこの燃えてしまってまた木造を作って、でさらにまた木造を作ってと、明治時代ずっと木造の仮議事堂状態が実は明治時代の議員建築ではずっと続きます。で、そういった中でいよいよ本格的な議場を作るべきなんじゃないかっていう、まあ、動きが日本の建築全体の中で起きてきます。で立つのはやりたい、で実はその中でもう一人やりたい人が出てくるんですね。で立つのはやりたいって、ちょっと今日アニメーション作ってきました。駅作って銀行作って、立つの金吾は夢にまで出るほど議会建築を作りたい。でそこにライバルが出るんですね。でそれが妻木頼長です。さっき出てきた妻木頼長がやはりこう議員建築をやりたい。で、まあ、当然ですよね、あの議員建築って日本の中でのもう一番主要な建物といっても過言じゃない、そこをやはりやるということが、建築家としても夢であるというのはまあ当然だろうと思います。ただその妻木頼長はやりたいって時にちょっとせこかったんですね。それが、妻木頼長は議員建築を作るという、検討組織の中で武田剛一という、まあ、今回の展覧会の中でも紹介してますが、を、まあ、臨時職員として招きます。で彼をですね海外に行かせます。で武田剛一は海外に欧米視察に、武田剛一を行かせることで、既成事実化しようとするんですね。議員建築を作ると、自分が作るんだということを既成事実化して日本に帰ってきて自分がやるんだということをやる。ただまあもちろん妻木頼長はなんか、ごめんなさい、武田剛一はそんなこと許されないということで怒り出します。でここに、まあ、辰野金吾と妻木頼長の、まあ、バトルがスタートするわけです。で実はこのバトルというのがね、実はすごい非常に大事なんですね。でそういった、まあ、妻木にさせてなるものかという、というかちゃんとこう手続きを踏まえろということで、1908年明治41年に、議員建築の設計の方法をきちんとコンペで選ぶべきなんじゃないかという議論を、辰野金吾を中心に出されるわけですね。でこの意見書が辰野金吾、塚本康、
して伊藤忠太、この3人で出されます。で妻木が、まあ、接近のためにさっきみたいにこう海外に立つ武田五一を行かせたりとかしてですね、さまざまな、まあ、調査とか、まあ、させていたわけですが、実はまあそれを主導していたのが、まあ、桂太郎内閣、当時の内閣だったんですけども、それが、まあ退陣することで妻木の案もポシャるんですね。で、さらに、まあ、こんなことでまあごたごたしているんですけども、そういったまあごたごたずっとしている中である記事が出ます。でそれがこの議員建築夢物語という連載が朝日新聞でスタートするんです。でこの議員建築夢物語、ゆっくり読んだ方がこの記事の面白さが分かるので、これもちょっと音を確か入れたので一度しっかり時間かけて読みたいと思います。近頃何か建築家どもがやかましく議論をしとるようだな。何議員建築の問題だと。そうか、それなら早く俺のところに来ればいいのに。今となっては遅まきだが、少し言って聞かせてやろう。俺は鉄塔鉄尾検証設計論じゃ。何議員建築は明治世代の一大偉業だと。もちろんじゃ。それだから俺は検証設計に限るというのじゃ。考えても見るがいい。大学の先生だの博士だのという手合いでも、いざ議員建築の設計をやれと言われたが、ぐっと並行して逃げ出すやつもあろう。やることはやってもとても見れぬものを出すやつもあろう。いいやつで西洋の丸写しが関の山じゃ。早い話が、建築学会長で日本の建築界を背負って立っている立つのでも、まあやらせてごらん。とてもうまいものはできやしまいよ。大学の中村などは初めから引き受けまい。塚本も装飾ならやるじゃろうが、設計は怪しいて。伊藤は議論はなかなかやるが、あの木造新仮説の議員もどうかな。蔵の紙の片山もとても頭がないようじゃ。大蔵省の向きときては初めから逃げ出す先頭じゃろう。妻木は今度の準備委員会に提出した議案の設計でも自分がやったような大きな面をしているが、実はその技師の武田がやったのじゃと俺は睨んでいる。何、妻木にあれだけのできるものかね。という、原因建築夢物語という連載が朝日新聞でスタートします。でこれは、全8回の連載で、沖縄って言って、自分を沖縄って言って、明かされずにずっと連載が続くんですね。でこれは朝日新聞デジタルで見ること、図書館行けば見ることができるので、興味ある方は全8回面白いので見ていただければと思います。で、まあ、あろうことかですね、このノリのまま建築学会の機関誌、建築雑誌にまで沖縄出てくるんですけども、でこの沖縄誰ってことなんですね。でそれは実は後々に解雇して自分 の, 当時の思い出として、明かしている文章があります。これが1957年に出た明治末期の思い出、黒田方針という人が書いた、記事の中にあります。ちょっと読みます と,、かの特別委員会の模様の委員一人たる伊藤博士から聞き、その内容を暴露して世論に訴えんことをも企てて、伊藤博士の指導のもとに議員建築夢物語のある兆候を匿名のもとに43年12月9日から8回にわたって連載したのであったと。実はこれ日記もその記事にありまして、この黒田方針、後で紹介しますと、高松正夫、この2人が、伊藤忠太のもとに話を聞きに行って、それを記事にしたというのが先ほどの実は銀建築夢物語なんですね。つまり銀建築に関する特別委員会という、まあ、当時のその銀建築どうするかというのをずっとやり合ってた委員会の様子を、その出席者の一人である
大御所だった伊藤忠太からまた聞きして、まあ、つまりですね、伊藤忠太も共犯でこの夢物語というのを匿名で沖縄という名前で連載するんですね。で、まあ、伊藤忠太は結構有名なので、まあ、知ってる方も多いと思いますが、僕はこの建物すごい苦手なんですけど、京都では祇園閣という建物があったりとか、こんな伊藤忠太繁栄正殿という建物がこんなの作ったりとかですね、あと有名なところでは伊藤忠太の設計では築地本願寺があります。これは今もこのちょっと写真悪いですけど、すみません、自分の写真が良くなかったんだろう。伊藤忠太の築地本願寺は関東大震災の後に作られた、まあ、コンクリートの建築ですが、まあお寺に必要なさまざまな要素を一つの建築の中にこうまとめてしまって一つの異様な建築として作っているというのがこの築地本願寺ですが、まあ、こういったものがあります。伊藤忠太のお墓は、まあ、知ってる人いないかもしれませんが、これはとある場所にある伊藤忠太のお墓です。こんな感じです。で、まあ、その伊藤忠太を、まあ、沖縄として伊藤忠太の、まあ、こんなまあ連載を彼らは、まあ、彼らという黒田方針という高松正夫という2人がします。でこの黒田方針、高松正夫は今からお話しますが、当時まだ、なんだ20代の実はまあ若い2人が実はこういったことを企てて明治時代に歯向かうわけですね。で、この2人のことを少しあまり名前を聞いたことがない人はこの2人に関しては多いと思いますので紹介したいと思います。高松正夫はいい感じのダンディーの写真、ダンディーのおじさんなんですが、こんな顔してます。で、高松正夫は1910年に東京帝国大学の建築を卒業します。分離派が1920年なので、まあ、彼らのちょうど10年先輩になりますかね。でこの年は当たり年っていうと変なんですが、非常に有名な人たちが同級生にいます。他にも僕は知らないだけで有名な人いるのかもしれませんが、沖塩明は宮崎県庁舎、今も残ってますね。あ、こんなですね。これは設計した人です。で、鈴木、これなんて読むんだっけ、静岡のは那須の御用邸の設計者です。で、内藤太忠は聞いたことある人多いかもしれませんが、東京タワーの設計者です。浪江、これなんだっけ、すいません、この人は大阪城の基本設計をした人、大阪城を復元するときに彼がまあ基本設計をまあするんですね。で、古橋龍太郎は後楽園球場の人、で安井武雄も関西の人は知っている人が多いかもしれませんが、今も安井武雄の、安井設計事務所がありますけれども、今も残っている大阪ガスビルの設計者です。で、この年はまあこういったこうその後も名前を残していく建築家が多数同級生でいた代です。宮崎県庁舎はこんなんですね。で、大阪ガスビルはこれ古い写真ですけど今も残ってますよね。1933年の設計です。で、この代は当たり年でもあるんですけど、当たり年、当たり年というと申し訳ないですけど、でもあるんですけど、なんかめちゃくちゃ実は同級生仲良くって、結構一緒にみんな温泉旅行行って、同窓会やってたみたいですね。で、内藤太忠がその幹事をやってたのかよく分かんないんですが、内藤太忠の資料のところに彼らがみんなで寄せ書きした巻物とか残ってたりとか、なんかすごい仲良くて、高松正夫が亡くなる時も同級生がたくさん追悼文を寄せてます。で、まあ、そういう、まあ、高松正夫というのはまあそういうちょうどまあ分離派の10年先輩にあたるというまあ時代感覚です。で、もう一人黒田方針という人がいるかと思います。
言いますいたかと思いますが、この人も、1885年生まれで、この人は建築学科卒業ではございません。で、この黒田方針は建築の歴史をやっている人でも、まあ、あんまり名前は聞いたことあるけれどもけどっていう人かもしれませんが、建築出身ではないんですが、近代日本最初の建築評論家と言われています。それまでさまざまな、まあ、言説はいろんな建築家が当時も出してはいますが、ずっとこう継続的に批評活動を、展開していったという意味で、建築士官の藤岡先生とか、皆さんですね、あのこの人を、まあ、今建築士の中では近代日本最初の建築評論家と、まあ、称されている人です。で、彼はまあ東京に生まれて、まあ、今の日比谷高校、府立第一中学校を卒業して、東京帝国大学の文、東京帝国、当時は、の哲学科ですね、の理学専攻に進みます。で、当時哲学科に、建築家してる人ならちょっと名前聞いたことあるかもしれませんが、あの関の手大使が、講師に来ていて、そういったつながりもあって、哲学科にいる時から後藤啓二と作寿栄一という、まあ、2人の、友人を得るんですね。でそうした中で建築への知見をというか、まあ、その建築という分野への、まあ、興味を深めていきます。で卒業した後に読売新聞に入って文化欄の記者になります。でその中で、まあ、美術評論、あるいは建築評論を多数執筆していきます。でその、まあ、日本で最初の建築評と呼ばれているものの一つがこの帝都の美観と建築という、まあ、これ本当はあのこれまとまった本の方でから取っちゃったんですけど、まあ、こういった記事がまあ出るんですけど、1910年に。で、この中に、赤線引いたところにちょっと読みますと、まあ、要はまず建築に対する常識の発達と趣味の普及等を図り、もって都市の美観を高めたいと思う、これ本校の目的であると彼は言ってますが、あの黒田方針は建築を学んだ人じゃないんですが、建築の評論をすることで、建築という分野をよりこう、まあ、社会化するというか、より広い視野をに、さらけ出させることで、さらに翻って、建築家の建築の方にまあフィードバックさせたいということをまあ考えていると。で趣味の普及をもって都市の美観を高めたいという言葉をまあ彼は起こしていて、建築と外とのつながりというのを非常に大事にまあしていた人なんですね。で、黒田方針は、まあ、だから建築だけじゃなくて、まあ、さまざまなあの人たちとの交流を築いていきました。で、この中で建築家としては先ほど名前が出てきたところでは高松正夫、伊藤忠太、辰野金吾ですね、あとはあとちょっと名前出てきますが岡田慎一郎とか、まあ、そういった人たちと、名前を載ってますが、あとは建築の人は逆に知らない人としては黒板克美、彼は歴史学者で、東京帝大の先生をしていた人です。で日本の古代史とか古文儒学とか、まあ、そういったことをやられていた人です。個人的な興味としては、あと日本にエスペラント協会を設立した人として有名なんですけども、ドレスデンで開催されたエスペラント大会に日本人として初めて出るんですけども、まあ、そういう、こう黒板克美という人がいたりとか、あるいはあの大塚康二という人は夏目漱石を好きな人は名前を聞いたことがあるかもしれませんが、これもやはり東京帝大の先生で、彼の
黒田保身は大塚の指導の下で、まあ、勉強していました。あと美術界隈で名前を聞いたことがあるかもしれませんが、岩村徹ですね。でこの人も美術評論家で、東京美術学校の先生をしていた人です。で建築見て歩かれている方、朝倉彫塑館って行かれたことがある方も多いかと思いますけれども、あそこの朝倉文夫の書斎の中にある本、たくさんの本があると思いますけれども、あれ全部って言っちゃないのかな、あの岩村徹の文庫なんですね。で岩村徹って大変本を大事にしていた人で、友人に貸すときとか自分も読むときなのかな、毎回手袋をして本を読んでいたと言われている人で、その岩村徹の文庫が一度あの古書の本に流れてしまったときに、それではということで引き取った、朝倉が引き取ったという話があって、でそれで今あの朝倉彫塑館の、まあ、文庫になっているとでいうものです。大変朝倉文夫を慕っていた人物で、すごい人望も厚かったのが岩村徹ですね。で、まあ、今名前が出てきた人とか、まあ、いろんな人の、まあ、明治で活躍した人の名前をいっぱい出してますけど、まあ、様々なこう言説を彼らは残しているんですが、ですね、まあ、なんとなく主義主張で簡単に分けてみると、なんか議員建築の問題が起きたときは松巻と片山派閥と伊藤忠太とか辰巻のとか塚本康とか、まあ、こんな派閥に今大体分かれるんですね。でこれはさっといきますが、このあとお話しする虚偽論争でも、山崎、清太郎と中村達太郎、まあ、これ別の派閥なんですけど、この進歩的な派閥の方に黒田方針は非常にこう仲が関係性を持っていて、こういった、まあ、黒田方針を取り巻く名前って、まあ、こういうこう、まあ人メンバーというか構図になっております。ここは今ちょっと飛ばします。で、改めて黒田方針の活動を少し見ていきますと、もう少し紹介していくと、まあ、黒田方針は先ほど言ったように大学を出て読売新聞の、まあ、文化欄の記者になります。で、その仕事の後に美術修法という、美術の評論の方の、編集に携わると同時に、その後に、それと並行してですかね、建築画報という建築雑誌の編集にも携わっていきます。で、それに並行して少しお話したいのが彼の個人的な活動として、趣味草書、趣味の友、趣味講座という、まあ、この趣味の三部作を展開していくんです。で、その活動が終わり頃に、三越という、まさにあの三越が作っていた、まあ、通販も兼ねて作ってたこんな、まあ三越という雑誌があるんですけども、そこに、まあ、通販雑誌みたいになってて、記事と通販みたいになってるんですけど、その三越の、編集長を彼はやっていく。でその過程の時にこの趣味の三部作というのが、まあ、実は彼の考え方を捉えるときに非常に大事な本なんですね。で表紙も可愛いんですけど、この一つ一つ紹介していくと、趣味草書、これが彼が一番最初に始めた個人的な活動ですの本です。で全12冊ありまして、いい感じの本です。今も古書店行くとたまに見かけますけど、こんな本です。で表紙はこれは、杉浦翡翠がやってますかね。で全12冊の内訳はこんな感じになっていて、前半6冊は黒田方針が文章を書いていってます。で後半は他の人に書いてもらって黒田方針が発行してます。で、注目してもらいたいのは、序文に結構、まあ、黒田方針のこの活動を応援するような、まあ、序文が掲載されていくんですが、
そのメンツが先ほど来名前を出してきた伊藤忠太、岩村徹、黒井高津、塚本康、関野亭というこの人たちですね。で、その後に続く、7巻目もまだ岩村徹は大御所ですけど、若い人たちがいて、南君と画家ですね、とかですね、後で名前が出てくる山崎学堂とか、こういった人たちが名前を連ねて、ちなみに南君蔵の家は後藤啓治が設計しています。でその後に続く活動として趣味の友っていうのを回します。これも表紙杉浦翡翠なんですけど、でこの 連載を2年ぐらいやった後に、次この趣味の講座というのに行き着きます。で、趣味総書、は、本当にこう読み物としての本12冊なんですけども、趣味講座まで来ると今度ちょっと通信教育みたいな位置づけに、これは趣味の友はなって、趣味講座はなっていきます。で、さまざまな分野のこう講座が開かれていて、黒田方針は理学および美術学概論というのを持っていたり、工芸美術通論とかを持っていたり、大日本美術史を持っていたりします。で建築は山崎学堂という人に任せてますけど、こういったあと名前有名なところでは演劇論のところに小内薫がいます、そういったこうメンツの中で彼らは全然見えないですね、活動をしています。で彼がこの趣味という言葉を掲げて、どんどんこう文化教養みたいなものを一般の人にもこうきちんと伝えようというのは、先ほどの建築から始め最初の建築評論にも紹介していた彼のこうモチベーションと一切変わらないところかなと思いますが、彼はその趣味講談という中で、こんな言葉を残していて、趣味の世界は利害とか金銭とかいうものを離れた無邪気な世界であります。これは彼というのはモリスのことなんですけど、彼の社会主義者の理想は趣味の世界においてこそ完全に実現されると思います。ウィリアム・モリスが趣味的社会主義を唱えたのは大いなる達見であって、我々の感服し賛同するところでありますと。でこれはモリスについて述べたものですが、こういったモチベーションもあって、彼は活動を続けていました。で、今のところで、黒田方針の、なんとなく概略はお話ししましたが、このまさに議員建築の問題を端緒にして、高松正夫、黒田方針が、伊藤忠太という人を、伊藤忠太と一緒にというか、この若い2人が議員建築問題を、きっかけにさまざまな、議論を社会に問いかけていくわけですけど、建築界ももちろんさまざまな議論は、ありまして、岡田慎一郎、は有名なので皆さん名前も聞いたことありますが、岡田慎一郎が同じくこういった、建築現代主張という、原稿を出して、これも内容はそういった議員建築問題に端を発するところの内容なんですけども、こういったメディアとして紹介したりなんかもしていました。で、これは日本の、建築雑誌がどういうふうに作られてきたというか、その成立年を表している小次郎雄一郎先生の図なんですけど、見ていただく通り、2つ大変早いのがありまして、建築雑誌、これは建築学会の機関誌で今も続いているものです。でもう一つが建築世界、これが明治39年にできまして、この建築世界が、建築雑誌は学会誌なので、当時は
建築学会所属の会員の建築作品を紹介したりとか、あるいは技術的なことのレポートをしたりとか、まあ、そういったさまざまなものになってたんですけど、どちらかといえば批評的な雑誌としてはこの建築世界というのが、後々こう批評的なあの内容を、紹介していく雑誌になります。でそこからまあ飛んで、対象これはどうだったっけ、対象10年以降、そうですね、あ、西暦とあれになってた、すいません、建築市長とか国際建築とか、まあ、新建築ができてきたりとかするんですが、まあ、大体これが下の 年を見ていただいても分かる通り、ちょうど分離派建築会結成のタイミングぐらいでこういった批評メディアも出てくるわけです。で、まあ、こう考えると批評というのがまだ本当にこう産声を上げたばかりの時にこの分離派建築会というのもまあ結成されていく。で批評というのがまだ新聞市場とか、まあ、建築世界とかこういったわずかなメディアのところでしか取り上げられてきてはいなかったけれども、この議員建築問題を契機にさまざまな言葉という言説というのが、まあ、言葉が生まれ出していくという、まあ、背景があるのが、まあ、見て取れるかなと思うんですね。岡田慎一郎の紹介はいいか。これはあの岡田慎一郎ってどんな人かなっていうので紹介しようと思って持ってきたんですけど、東京府美術館、今の東京都立美術館の前の建物ですけど、それは岡田慎一郎が同じ場所ですが作ってます。こんな建物。あとはニコライ堂か。ニコライ堂はもともとジョサイア・コンドル、設計でしたけど、関東大震災で大屋根が崩れてその後の、改修を岡田慎一郎がまあやってます。コンドル設計にも間違ってますね、すいません。で、まあ、こんな風にニコライ堂そびえてた時代ですね。今とはだいぶ景色は違いますが、でもう一つ大事な議論を、紹介しようと思います。これだとあの議員建築の問題だけしか議論がされてないみたいなので、もう一つ実は分離派建築会結成前の時代に起こっていた、議論、若手の議論というのが、ありまして、を紹介したいと思います。それが、虚偽建築というものをめぐる論争です。でこれはですね、当時シャムコンストラクションという、まあ、言われ方もして、建築界をにさまざまな分野の人に議論をたきつけた、ものです。でこれはどういったものかと言いますと、まずはこの論考を単に、にその議論の、討論のがスタートします。でこれが虚偽建築何がいいやという中村達太郎という当時のまあ年でいうと大御所になるんですけども、建築の語彙の研究者、言葉建築の語彙を提起しようということで日本建築 G というのを 編集する人なんですけども、その人がこの虚偽建築という言葉の少し寛容的な態度を示します。で虚偽建築っていうのは何かと言いますと、建築の技術って木造とか鉄骨造とかレンガ造とかで、この頃になると鉄筋コンクリート造っていうのも徐々に現れ出しますが、さまざまな技術がある中で、木造なのにレンガ造の皮をかぶってる、そういう、本来の技術構造と見てくれがずれているもの、それを、シャムコンストラクション、虚偽建築と呼んで、これは許されるのかどうかっていうのがなんとなくみんなの心の中に あったんですね。それは何だろう、ハリボテ的な意味で、それが技術、そういうことを道徳的にしていいのか、そういったことをが、建築界の、まあ、中でなんとなくみんながこう抱えていた時代に、中村達太郎という建築語彙を、まあ、編集して
編集とかそういうものを専門にしていた人がこういった文章を出します。建築虚偽建築なりや否で、でここの中で彼は心の問題を言うんですね。実際的には、まあ、そういったこう皮をかぶるのは確かに虚偽建築と言えるかもしれないけれども、誠実な心を持ってしょうがなくそれをやるんだったらもうそれはしょうがないんじゃない、しょうが虚偽建築として蔑むべきではないのではないかということを、まあ、中村達太郎は言います。なんかそこに、欺瞞とかそういったものがないのであれば、詐欺とかそういったことがないのであればそれは虚偽と言うべきではないのではないか、そこまで言うべきではないのではないかということを、寛容的な姿勢で、まあ、言います。でこれに噛みついたのがまだ当時若かった山崎清太郎という人です。虚偽建築について中村先生という文章をこの同じく建築雑誌上に出すんですね。で一文抜くと、まあ、こういうことを言います。構造にそれを偽る被覆を貼り付けることは例外なく虚偽建築です。それはボロの着物を見せないように安とんび、まあ、街灯ですを羽織るようなものではないですか。でそんな社会のこれをこう憎まずにはいられますかと。で、下にあの彼らの年の違いを書いてみましたが、中村達太郎は1860年の生まれで大御所、もう当時としては50歳ぐらいになってますので、まあ、大御所です。で一方で山崎はまだペーペーです。1885年なので、30歳ですね。30歳の時に55歳の大御所に中村先生それは言っちゃいかんだろうということをまあ言うんですね。で、ここに端を発して、山崎と中村だけじゃないいろんなメンバーもここに加わっていくことになります。で若手がまあさまざまフォローするんですね。あの後藤啓治とか、松井喜太郎とかさまざまな人がまあその仲裁に入るような形で記事を書くんですが、なんかそれに火に油を注いでしまうような形で山崎清太郎はかなり頑なに虚偽建築というのが、実際上ダメなんだということを言うんですね。それが例えばまあここの一文ですけど、ちょっとまあ言葉が難しいかもしれませんが、まあ、あの単に構造的に、意匠的側面からそういったことをするっていうことは、建築の実際上してはいけなくて、建築というのはあここに書いてありますね。特にこうはっきり言うんですね。彼は建築ではコンストラクションはすなわち建築の意義であると。で極端に言えばコンストラクション即建築と言ってもいい。でつまりコンストラクションというのは、まあ、建設、まあでこの前には、まあ、建設というのは構造というのが前提になるということは言っているんですけども、山崎清太郎という人が、まあ、かたくなに構造的な意匠から構造を偽るということの方向性は間違っているんだということを繰り返しかたくなに言うんですね。で、まあ、こういった山崎清太郎という若い建築家がそれまでの明治時代の、まあ、明治時代の歴史を築いてきた大御所に対して、純粋な構造的なこう批判をする。で実はこの話はあの展覧会見た人はお気づきかもしれないですけど、野田敏彦の「建築非芸術論」というその分離派建築界のその、分離派建築界が敵対的に見なしているとしてこうよく物語られる分離派建築会の結成される直前の野田敏彦が発した建築は技術じゃないみたいな簡単に言うとあまり良くないんですけど、まあ、そういった議論よりも実はこう早い時点で当時の若手の大正時代の建築家の中にはこういった極端な
構造原理的な構造原理主義的な人たちが登場してたというのは、まあ、実はこう野田敏子生が登場する以前の話なので非常に大事、直前ではあるんですけど非常に大事なんじゃないかと思うんですね。でこの議論はじゃあ彼らは、何のために言っていたかっていうことなんですけど、この議論は実は彼らは議論を焚きつけるための、批判っていうのを、かなりこうポジショニングとしてやっているっていうのは実はその背景にはあるんですね。この実は野田敏彦の建築非芸術論が出された時に後藤啓治はこの建築非芸術論というものとあとこの山崎の虚偽建築についての論考に対してあのコメントを実はまあ残してます。で特にこの建築非芸術論の方これが読んでいただくと、いつか野田派学士の建築非芸術論が出たとき、これは面白いものが出たと思った、しこしてこのその論が甚だ明快で条理の整然としているのに感心した。でしかも極めて痛快なところがある。でこれは頭のはっきりした人だと思った。でその後要はこの論がいかなる反響を引き出すかを楽しんで待ったが案外何らの反響も起こらなかったように失望された。でここでもさらに山崎なんか言ってるんですけどね、山崎が一言これに費やしたに過ぎなかったのはあまり、当て外れであった。しかしこれは初対価がこの問題に対して一向無関心であったり、あるいはこれを青二歳のたわごととして一緒に伏し去ったりしたのではあるまいと信じる。おそらく大いに論ずる言われるのだけれども、これを筆にしているような悠長な暇がなかった上であろうというふうに言ってます。つまり、まあ、後藤啓治も、まあ、どちらかにこう構造とか、まあ、衣装とかも偏重しているというよりは、若手の建築論壇というのは、建築家の 論陣の張り方というのは、ある対局をこうまあ出して、それに対しての反応を待って、ずっと 論壇をすると。で、それはこう若手の新しい建築家の持っていた建築家が新しく、まあ、始めた言葉を持ったと。でそれに対して大御所たちというのはそこまでまだそれに慣れていなくて、言葉を一方ではこう反論する言葉をなかなか持ち得なかったというのが一方であったんだろうというふうに思います。で後藤啓治はこの山崎を慰めるときにまあ、言葉も残していて、刑事課の構造に対する刑事上の批判であると。でこれはつまり構造っていうのはまあその実際上確かに何か偽ったらそれは偽りであるっていうのはまあ正論すぎて度正論すぎるんだけど、その中村達太郎は、そこに気持ちの問題を挟もうって言ってるので、もう議論が噛み合わないのは当然ですっていうことを、まあ、あっさり述べるんですけど、後藤啓治という人が、まあ、まあ仲裁に入ってもまあそういうこう彼らの中ではこう議論をこう互いふっかけ合うみたいなところが文化がまあ出来上がりつつあったというのが、まあ大正時代の頭ということで、後藤啓治はまあいいか。で実はこの虚偽建築をめぐる理論というのは結構若手の中では、まあ、流行った議論で、多分まあいろんなところで議論してたと思うんですね。でシャムコンストラクションという言葉をもとに、まあいろんなこう議論が若手の中ではあったようなんですが、実はそこにあのまだ言葉を発することが言葉を発するまで年を取っていなかったけどその議論を見ていたという、建築家が実はまあ、いて、そういう人が後年この虚偽建築について語っているんですね。でその人が、村野東吾という建築家です。で村野東吾ちょっと時代違うんじゃないのと思われる方がいるかもしれませんが、村野東吾長生きなんで意外とまあ当時もう20代です。でこんなことを言ってます。私の学生時代に鉄骨像に石を積んでいくのはシャムコンストラクション虚偽建築と言われて随分排斥されたものですが、私は今はそう思わない、ね、鉄骨の心があるのにあれはオーダーがついているなら様式的に間違っているの、本当のものではないという方が間違っている。
で村野東子も、まあ、日本の、 あの高度経済成長というか、まあ、合理主義的な建築の作られ方の中で、まあ、石を使ったりとかお金をかけてさまざまな装飾を貼り付けるということを結構時代錯誤だろうというふうに当時結構批判をされていたんですね。でそれに対して彼はその当時自分が若い20代の時に見ていた世界に多分すごくこう近いものを感じていたんだろうと思うんですね。つまり、まあ、構造の方が優位で、衣装というのは経済的にもその、無駄なものであると。でただまあ村野東吾はそれに対して、明確な答えを持っていて、石との表現とかそういったその石のとか装飾に感動するみたいなこともある機能を持っているから、それに対してお金をかけるっていうのはある意味合理的なんだっていう言葉をことを彼は持っていて、で彼はずっと聖書のように資本論を読んでいるんですけど、彼の中での装飾受けていた装飾批判というのは、まあ、そういったこうところで、まあ、いたんだなっていうのが、まあ、これを読んでわかるし、まあ、それを大正時代の頭のまだ学生時代の頃の議論に少し重ね合わせて、見ていたんだというのが、まあ、なんか分かるわけですね。彼が設計したものとしてはこんなものがありますが、で、今のところまでで分離派紹介してきたのは全部分離派建築会成立以前のお話です。ただ成立以前といっても大変こう直前のお話で、分離派建明治から大正の対象になって分離派建築会結成までのわずか数年間のお話なんですけど、そういった中でああいう若手の中で言葉を持つ人たちが現れて、一方で何かこう構造に対しての偏重を持つ若手たちが存在していたと。それは野田俊彦がだけではないということをちょっとご理解いただけたかなと思います。でちょっとこれはごめんなさい、で、まあ、こうして、まあ、分離派建築会は、大正9年に設立されるわけですね。で、今みたいな時代を背景にで展覧会活動を繰り返して行っていって、さまざまな言葉も残していく。でそういった、まあ、時代の背景があったからこそ彼らが批判した要は建築家芸術であるそれを認めてくださいという言葉の矛先はかなり近いところにあるんじゃないかと思ったりもするわけですね。それはなんかこう大御所たちだけの批判じゃなくてかなりもう何歳か下の先輩たちみたいなところにも一方で矛先が向けられているんじゃないかと個人的にはまあ思っております。で、まあ、展覧会活動をまあ繰り返してきて、じゃあ彼らはなぜ解散したのか、でその話をするときも実は言葉の問題は非常に大事なんじゃないかと思っています。で今のところまでのお話をおさらいすると、ね、つまり日本近代建築の中でさまざまな新しい様式とか、まあ、技術とか学び始めて銀建築問題というのが、まあ、あるきっかけとなって、まあ、言葉が生まれていくわけです。でその中で言葉が発生するという背景とかあるいは、構造に対するああいった極端な議論みたいなものが大正時代の頭に起きていくんですね。じゃあ、彼らの活動した8年の後に一方でじゃあその後の建築を見ていくと何が起きたのかというともう一つの近代が立ち上がる。それがもうモダニズムという時代ですね。で、ここでお話ししなきゃいけないのは彼らの終焉と実はモダニズムというものの持っている側面が実は分離派建築会の解散にも関係しているんじゃないかなと個人的にはまあ思っているところがございます。で、モダニズムっていう言葉は非常にまあよく言われますけど。このモダニズムという言葉って、まあ、何なのかということで私なりの定義をちょっと
お話しします。で、後できちんと解説しますが、私にはまあこう考えてます。人類共有の課題を発見して、国家を越境する共通言語を構築して、固有の解決策を合理的思考のもとに解決しようとする、なんかちょっとややこしいですけど、これはあくまでも私なりの定義なので、モダニズムというものが時代として起きていく背景を見ていくときに、見ていこうと思います。で、その一つの背景が、住宅ということが起源になっています。で、これは時代背景としては大戦間になります。第一次大戦と第二次大戦の間で、特にドイツにおいて第一次大戦の後の、バイマル共和制の下で大変厳しい住宅難に、陥っていました。で、その中で、住宅をどう供給するかで、大変こうスラムの問題とか住宅難の問題の中でどう住宅を供給するかということが非常に大事になっていくんですね。で、これはまた別のところですけど、カール・マルクス・ホフがという建築がこれできたりとか、大規模集合住宅みたいなのができたりとかで、非常にこう建築の供給を急がなきゃいけないみたいな、そういった背景の中で、例えばブルノ・タウトとかユーゴ・ヘーニングみたいな人たちが、こういったこうジードルンクっていうものを設計していくわけですね。で、実はこの住宅っていうのが一つのヒントで、衣食住って言いますけど、住むこと食べること着ることって、これは人類共通のテーマなんですね。で、住むことっていうのは実はその住まい方とかみたいな問題は、気候の環境はあるかもしれません、気候の問題はあるかもしれないけど、基本的には人体の問題なので、それは共通課題としてみんなで議論できるんじゃないかっていう考え方っていうのがだんだんできてくるわけです。で、そういった中で、国際的に同じ課題だからみんなで考えようっていうことをしだすわけです。そういった中で、国際的なネットワークを張る、グループみたいなものができていくんです。その一つが例えばこのインターナショナルハウジングアソシエーションっていうグループだったりします。これは、当館の所蔵の上野伊三郎コレクションの中にある雑誌ですが、そのインターナショナルハウジングアソシエーションという機関が出してた機関誌です。で、さまざまなテーマについて機関誌で議論を、新しい住宅のプランというか合理的な住宅のプランはこんなのがいいんじゃないかとか、そういったものを、解説するような内容がこの中にたくさん入っています。で、その一冊こう見ていただくと、これが中ですけど、見ていただくと実は3つの言語が並列しているのが分かるかなと思います。英語、フランス語、ドイツ語が3カ国語併記でずっと文章の中に流れていくんですね。で、同じ言語を同じ課題を、さまざまな言語を持って同時にみんなと協議するということがこの雑誌の持っていた役割なんですね。このハウジングアソシエーションという雑誌が持っていた役割でした。で、実はこのインターナショナルハウジングアソシエーションは日本にも大きな影響を及ぼしています。で、さっきちょっとヒントみたいなこと言っちゃったんですけど、それがインターナショナル建築という話です。で、インターナショナル建築はよくインターナショナルスタイルの話とか、そういったこととか上野伊三郎とかタウトの翔平とか、そういった背景のもとでよく話されますけど、一番大きいのはですね、
このインターナショナルハウジングアソシエーションという組織の日本の参加グループとしてインターナショナル建築会というのは実はまあ位置づけられていて、ここの雑誌からの転載とか、まあ、様々なここから引っ張って日本に紹介するみたいなことが実はまああったりとか、日本のインターナショナル建築会のメンバーがさっきのインターナショナルハウジングアソシエーションの会議に出席しに、投稿するとか、まあ、そういったことを実はしていたんですね。で、そういったこうインターナショナルハウジングアソシエーションという上部組織があって、で下部ではないんですが対等な関係ではあるんですけど、それとこうネットワークを組むような形で、まあ、インターナショナル建築というのは建築会というのは実は組織されているんだということです。で、インターナショナル建築会も実は多言語化対応しておりまして、日本語で下にあるのが英語で、お名前を飛んじゃった、ごめんなさい、エスペラント語が実は真ん中にあります。先ほどもあの黒板克実のところでお話ししましたけど、エスペラント語、まあ、いわゆるこう世界共通言語として開発された当時の近代的な言語ですけど、そういったものを使って彼らはインターナショナル建築会の記事を書いていくんですね。でこれはインターナショナル建築に関してはインターナショナルハウジングアソシエーションほど徹底できてないんですけど、エスペラント語で頑張ってなんか書いてるものとかもあるんです。で、写真のキャプションなんかも実は、下に一番下にエスペラント語を使ってますが、エスペラント語できちんとまあ紹介しようと。でそういう、こう言語を隔てること、国家をまあこう、の壁を乗り越えて、で同じ一つの言語とはいかない場でも同じものをさまざまな人たちと共通して議論しようという、まあ、姿勢がまあ見えて取れるわけですね。でこれがまあハウジングアソシエーションですけど、ハウジングアソシエーションの会議のこう招集の資料なんですが、この中にもコミッションメンバーの中に、目がいい人は分かるかもしれないですが、ここに、まあ、イサブロウェノって書いてありますが、インターナショナル建築をまあ率いていたうちの一人の上野イサブロウの名前がまああるのが分かるかなと思います。で実はこのことが非常に分離建築会の解散と、密に関わっているんじゃないかと私はまあ思っております。で分離建築会にちょっと改めて話を戻しますと、今回展覧会の第7章最終章のところでこの建築様式論争という本を紹介しています。でこの本は、分離建築会が結成され、最後の展覧会が1928年なんですけど、その、4年後1932年に出された本なんですが、名前が見えるかと思いますけど堀口ステミが編集に関わっていて、でこの中に山田守とか、滝沢真由美とか堀口自身も記事書いたりとか、森田も書いたかな、森田も、さまざまな分離派建築会のそれまで、一緒に結成したメンバーたちが、蔵立ち方だったんですね、がみんな記事を寄せて一冊の本を作るんですね。で分離派建築会の活動、展覧会活動自体は最後1928年で終わってしまいますが、改めて再結成というか再集合して、その後彼らの一緒に何か共同したものが見られないということで、なんとなくこう彼らの活動の最後の姿みたいなことをこの建築様式論争を展示することで紹介しておりますが、この中で堀口ステミは茶室論を扱ったりとか、滝沢真由美は、パルテノンの話を書いたりとか、倉立方田は、まあ、ジドルンクの話とか書いてるんですけど、その中で分離建築会の主要メンバーでもある山田守が
住宅の話を書いてるんですね。でそれは先ほどインターナショナルハウジングアソシエーションの話を主にしましたけど、もう一つそういった国際的な団体として、より有名なシアムっていう近代建築の国際会議がありまして、で、ハウジングアソシエーションと同じように都市とか建築の話を国際的な舞台の下でする会議なんですけど、そこに山田守も第2回のシアムに参加していて、帰ってきたということの背景もあったんでしょうと。ただ、そういった背景もあってか、彼は住宅論を出すんですが、その住宅論の図がこんななんですね。全部記号化しちゃってるんです。で、科学的なこうプロセスを経て何かこう建築を構築しようという考え方に彼の中でこうシフトしていっているっていうのが非常に大事なんじゃないかと思っています。で、つまりそれまではみんなこう何か言葉をひねり出して我々は立つとか言って集まっていたグループがものすごいこうある意味では見た目一瞬ドライな何かこうものに言葉を扱い出すというのが実は、彼らのせいじゃなくてこの時代的なモダニズムという中で、言葉がどんどんこう解体されていく記号化していくっていうことが非常に面白いなと思ってます。つまりさっきのモダニズムの私なりの定義というのは実はこの山田守のこれを見て思うところなんですが、つまり人類共有の課題っていうのはこの当時で言えば住宅とかあるいは建築を作る時の身体のスケールの問題とか、コルビュジエもモジュロールとか作りますけど身体のスケールっていうのは人類であれば一緒に共有できる問題なんですね。で、そういった人類共有の課題住宅とか身体とかを国際的な国家の枠組みを超えてつまりインターナショナルに越境しながら共通言語つまり、ここで言うと一つの言語エスペラント語ということにはいきませんが、英語とかドイツ語とかフランス語とか日本語とかさまざまな言語を横断しながらそのネットワークを構築しながら、固有の解決策ここで言うと、実際に建築を作るということですねとかあとはそれを大量に供給するための方法工業的な方法を考えるとか、そういったことを科学的な合理的な思考つまり科学とか記号的な思考にこうなっていくとそういったもとに解決しようとするとそういったものがモナニズムというものの背景にあるんじゃないかと思っていますし、実はこれが最後ちょっと早口で言ったから早く終わっちゃった彼の、分離派建築会の解散の話においては非常に重要なんじゃないかなと思っています。つまりまとめるとですね、分離派建築会の活動っていうのはすごくこう短い活動ですね、8年間の。さらに今日のお話はその前後のお話をちょっと振り返ると、明治から大正時代にかけて言葉というものが発生しております。でその言葉は我々は立つみたいな、後藤刑事で言えば刑事上の問題つまりこう言葉がこの意味を持って求心力を持っていたものからモダニズムといわれるこうインターナショナルにみんながこう建築を議論する場が、広がっていく中できちんと伝えるということが非常に大事だしきちんと議論するということが必要になる中で、言葉の使い方として正しいか分かりませんが、ひらがなでいう詩的な言葉から言語化してしまうということにで実はそのことが、分離派建築会が、それぞれまとまりを失ってしまうし、ある意味ではそれぞれ興味持っていったということでもあると思うんですが、解散していくということの背景にあるこの8年間のわずかのこの近代と近代との間の、出来事に彼らの活動というのは詰まっているということが非常に大事だなと思っています。つまり、まとめると今日のお話はこういうことでして、
で実はその大正時代というのは、この間 NHK でも何かやってましたが、俳優の長谷川博己のお父さん長谷川隆が70年代に新田家獄舎画という、日本の表現派という、連載の中で改めて大正時代の彼らをこう浮き彫りにして紹介していく中で再発見されていくというところがあったんですけど、その時代というのはちょうど建築でいうポストモダンの前身にあたるところなんですね。で、このモダニズムというのがどんどん進行していくときに、実はこのポストモダンという時代はその大正時代を改めて見返すことで再発見していくっていうプロセスが実は70年代に起きてたんだろうなと個人的には思って、そういうこうもう一つその後の歴史の中でも大正時代の再発見というのはそういった意味を持っているんじゃないかなと個人的には思ってます。2時間お話しすると言いながらちょっと早口になって20分前倒しになって終わってしまいましたが、分離屋建築会の8年間を改めてこう少し、彼らを過大評価せずにその前半と後半を、紹介することでちょっと分離屋建築会を、別の見方、言葉という視点からちょっと読み替えてみました。すいません、今日はどうもありがとうございました。ということで、ネットの参加の方も皆さんどうもありがとうございました。すいません、今早口になって早く終わってしまいましたが、ちょっとお知らせを最後にさせていただきます。大丈夫、今日皆さんにお配りの資料の中にコロナに関するお願い状というのがございまして、そこにお知らせサービスというのがございますので、それにぜひご登録をお願いいたします。あと今週、来週か、ニコニコ美術館という、ニコニコ動画の中でやっているこうプログラムの中で分離屋建築会の展覧会場を巡りながら2時間弱お話をするという機会があります。これは一緒に展覧会を作ってくださった研究会のメンバーからリーダーの田地先生という方と、菊池さんというお二人の方にも一緒に来てもらって会場を巡りながらその様子を紹介するというものです。あと今日冒頭会の冒頭にお見せした展覧会場を設計してくれた、木村松本建築事務所と、あとグラフィックの西村雄一さんという方と、当館のインスタグラムの中でインスタライブというのをたまに展覧会に合わせてやっているんですけど、今週のあさってか、あさってかに月曜日にインスタライブを午後4時半、3時か、3時からやります。で、4時半から私が図録を紹介するというインスタライブもやりますということで、なんか動画でも見られるものですので、ぜひご参加いただけたらなと思っております。じゃあ以上をもって、今日の講演会終了させていただきます。どうもありがとうございました。じゃあライブ配信も切らせていただきます。